クラーク・ゲーブルはアメリカ合衆国の映画俳優。第二次世界大戦前後の時代を代表するビッグスター。なお、ゲーブルは10代の一時期、父親の名前を自分の名前に関してウィリアム・クラーク・ゲーブルとしていた頃があったが、これはすぐに止めている。ゲーブルはオハイオ州カディズで生まれた。両親は共にドイツ系移民の子孫であった。父親ウィリアムは 石油の採掘業者、母アデレーンは、炭鉱者だったがゲーブルが10ヶ月の時に死亡した。彼は16歳で高校を辞め公員として働いた。劇場で見た演劇に感動し俳優になる決心をし、オレゴン州ポートランドで、地元の劇団に加わり、定員として働く傍ら巡業公演を行った。1924年に、ゲーブルは、 劇場支配人のジョセフィン・ディロンから金銭的支援を受けてカリフォルニア州ロサンゼルスのハリウッドへ行った。ジョセフィンはアゲーブルよりも14歳年上で彼らはハリウッドで結婚した。ハリウッドでは早くでの映画出演を行ったがその後舞台演劇に戻った。マシェナルなどの舞台での活動が大手映画制作会社のメトロゴールドウィンメイヤーの 幹部の目に留まり、1930年に契約し、翌年から多くの映画に出演、キング・オブ・ハリウッドの異名を持つ大スターとなる一方で、1931年にはジョセフィーンと離婚した。ゲーブルは、ある夜の出来事で1934年にアカデミー主演男優賞を受賞し、アメリカのみならず、日本やヨーロッパ諸国でも高い人気を誇った。しかしながら、 ゲーブルの最も有名な出演作は1939年の風と共に去りぬである。同作のレッドバトラー役で彼はアカデミー主演団優勝のノミネートを受けた。1935年の戦艦マウンティ号の反乱でのフレッチャー・クリスチャン役でもアカデミー賞の指名を受けている。ゲーブルはアカデミー作品賞受賞作品に3度主演した数少ない俳優の一人である。 夫人のキャロル・ロンバードと共に出撃後に、クルーと記念写真に収まるゲーブル・ゲーブルは1939年に、女優キャロル・ロンバードと三度目の結婚をする。その生活は、ゲーブルの生涯で最も幸福なものであったという。しかし、ロンバードはアメリカが第二次世界大戦に参戦した後の1942年に、航空機墜落事故で死亡し、 幸せな結婚生活はわずか3年で幕を閉じた。ゲーブルは深く悲しみ、その悲しみを紛らわせるかのように、第二次世界大戦下で、通軸国と対峙していたアメリカ合衆国陸軍、航空隊に入隊した。なお、アメリカ軍は当初ゲーブルに対し、軍役にはついても実際の戦闘には加わらず、疑問部隊の一員として活動することを望んだ。しかしゲーブルはこれを拒否し、 ヨーロッパ戦線でボーイング B-17 爆撃機で数度の出撃を行った。なお軍と政府は参戦したゲーブルを戦意公用のためのプロパガンダ映画やニュースに大いに利用した。来日時のゲーブル第二次世界大戦は1945年8月に終結し、その後軍を退役したゲーブルの初の映画は1945年に制作された冒険であった。 同作は商業的に成功せず、MGM はゲイブルの高級を考慮し、契約を更新しなかった。なおその後、シルビア・アシュレイと4回目の結婚をした。その後の10年間、ゲイブルはその経歴とは見合わないような小規模な作品や多作と評価されるような作品にも出演した。なお1954年11月13日、映画、一角千金を夢見る。 男のイギリスの植民地の香港にロケへ向かう途中に来日し大きな歓迎を受けた。そのキャリアに見合うような作品にも恵まれるようになった。矢先の1960年にゲーブルは59歳でロサンゼルスにおいて心臓発作で死去した。ゲーブルの最後の映画はアラウマと女であった。なお同作は共演者のマリリン・モンローの生前最後の出演作でもあった。ゲーブルは カリフォルニア州グレンデールのフォレストローン記念公園墓地で最愛の妻、キャロル・ロンバードの横に埋葬された。なお、最後の結婚相手のケイ・ウィリアムズはゲイブルの死後にゲイブルとの愛の子、ジョン・クラーク・ゲイブルを生んでいる。ゲイブルは5回結婚している。1人目は上記のジョセフィーン・ディロン。2番目の妻はテキサス社交界の花形であったレア・ラングハム・デイビスで、 彼女は17歳年上であった。3人目はキャロル・ロンバードで、その生活は彼の生涯で最も幸福なものであったという。しかしロンバードは1942年の航空機墜落事故で死亡した。4人目の妻、シルビア・アシュレイも2人目同様に社交界の花形で、サイレントにキング・オブ・ハリウッドと呼ばれた国民的俳優、ダグラス・フェアバンクスの未亡人でもあった。 5番目の妻、ケイ・ウィリアムズとは13年間もくっついては、別れるを繰り返した末に結婚。これが、最後の婚姻となった。ケイは、ペンシルベニア州、ノースイーストの出身の元ファッションモデル及び、女優であった。ゲーブルは、ケイの連れ子バンカースプレッケルズを可愛がり、後に彼は、伝説的サーファーとなった。ゲブルの死の4ヶ月後、1961年に、ケイは、 ゲーブルトの息子、ジョン・クラーク・ゲーブルを生んでいる。また、野生の叫びで共演した、ロレッタ・ヤングとの間に、娘、ジュディ・ルイースがいる。ロレッタはジュディがゲーブルトの子であることを隠すため、ジュディは7歳で立ち耳を目立たなくする手術をさせられた。歯を歩くしていたが、インプラントがない時代であったため、比較的、若い頃から、そう入れ歯を使用していた。モガンボで共演したグレース・ケリーは、 よった、彼に外した入レ歯バーを見せられたことがあるという。また、フリーメイソンの会員で、カリフォルニア州にある、ビバリーヒルズロジナンバー528に、入会していた。映画、クレナイ人で、共演女優のメアリー・アスターと映画、風と共にサリヌで、共演女優のビビアン・リーと、映画、モガンボで、共演女優のグレース・ケリーと、ありがとうございます。